9月15日未明、西軍は関ヶ原に向け進軍を開始、石田三成軍は笹尾山に本陣を設けた。福島隊と北隊が激突。石田三成は島左近と蒲生頼里に黒田長政への突撃を命じる。左近の武勇と危機迫る形相に黒田隊は恐れをののいた。島隊が黒田隊をぐいぐい押し込んでいく。その時、島隊の側面より、と乾いた銃声が鳴り響いた。黒田の鉄砲隊であった。左近様が撃たれた。兵が騒ぎ出した。ほとんどの東軍が平地で戦う中、黒田長政隊はこの辺りの領主で地理に詳しい竹中重門と岡山に陣取って戦場を把握しており、島隊に気づかれないように山あいから部隊を島隊の側面側に移動させていたのだ。左近は重傷を負い兵に運ばれていった。左近が撃たれただと